市川團十郎による、英史五郎または、伝説に存在する鏡。妖怪、悪魔の正体や妖術を照らし出して暴くとされている。講和や歌が鏡とも。中国の、自物原始七国伝などには、鏡太光が昭和鏡で妖魔を照らしたという軸が見られる。光を反射し物体を映す、鏡の威力によって、魔性のものを照らし出すという要素は、 昭和教に限らず友鏡全般についても見受けられるものであるが、昭和教は、そのような役割に特化した語句として用いられる。日本では、通俗武王軍団や、通俗列国士、高井乱山、絵本三国洋普伝など、有名な九尾の狐を扱った物語に、太鼓坊や雲中子が狐の妖術を見破り、その正体を照らし出すものとして、昭和教が登場している。 歌舞伎などの戯曲では、九尾の狐や狐が登場する作品に鏡を使ってその妖術や正体が照らし出される演出が使われていた。物語などで語られる要素から転じて、真実を照らし出してみる、暴き上げてみるという表現として、昭和教は昭和教に照らすなどの慣用表現としても使われている。明治時代以降は、秘密、隠蔽事項や裏事情、 ゴシップを暴く、印刷物、怪文書などに、昭和教と関した台が付けられている。中国の民の時代の小説、方針演技では、雲中郷の所持していた宝貝として、妖怪の正体を映し出すテラシアやカシカンという鏡が登場している。ありがとうございます。